スカジャンとは横スカジャンパーの略です。横スカのスカとジャンパーのジャンを取ってスカジャンと呼ばれるようになりました。まずスカジャンは光沢のあるサテンやベルベット、スカジャンではベッチンって呼ぶんですけど、そういう素材にワシトラ竜などの刺繍を施したジャンパーのことです。スカジャンの魅力は男女性別年齢問わずいろんな方々に着こなしができるファッションとなっております。このドブ板通りは江戸時代は造船所、明治時代は旧海軍の町、戦後は米海軍の町として栄えました。このドブ板通りの名前の由来は、街の真ん中にドブ川が流れていて、そこに海軍から鉄の板を譲り受けて渡したことによってそういうふうに名付けられました。オーダーメイドで言いますと、注文された方々のやっぱ思いとかが非常に込められたものが多かったですが、最近で言いますと、所有しているヴィンテージカー、スポーツカーのデザインを背中に刺繍を施して、それをご夫婦で注文されたスカジャンが非常に印象深いです。スカジャンの歴史は戦後米兵のお土産品として生まれました。もともとはスーベニールジャケット、土産のジャケットと呼ばれていました。ワシトラ竜のデザインは米国から見るとこう東洋やアジアを連想するデザインなので、非常に人気が高かったです。海や山、自然も豊かですし、観光で言いますと軍港巡り、東京湾唯一の無人島など観光するところが非常に多く、しかも歴史が非常に深いところですね。ぜひ皆さん一度横須賀へ遊びに来てください。